田中将大の現状。田中将大、2軍でキャッチボールだけの現状。記者、ブルペンにも入らない。何考えてるかわからない。2軍の練習には普通に参加し、キャッチボールこそ行っているものの、ブルペンでの本格的な投球には至っていません。当然、2軍戦での登板予定も決まらない。今の段階でこの状況ですから、1軍の交流戦での登板はまず無理でしょう。それどころか今季中に1軍で投げる姿が見られるのかどうか。首脳陣も調整は田中に一任しており、進展を待つしかないという。開幕前の早い段階から進められていた田中の200勝記念プロジェクトやグッズ販売も宙に浮いたままで、球団の担当者は頭を痛めているそうです。200勝できると言ってたにわかは反省しろ。奥川、仲間ができた。200勝プロジェクトって具体的に何するんや？もう1年くらい前から勝利試合ごとにカウントダウン記念カード配ったりの企画が発表されとるんや。200勝記念サイトも2年前くらいに開いたけど、いよいよって段階で全く動けない状態になってる。こうなりなおトゲカネもザックザク。200勝みたいな目標じゃモチベが上がらんのやろ。なんだかんだずっとスターだったから安楽のこともあって現状のモチベの下がり方が尋常じゃないのかもしれんな。こうなると意地でもしてやらねえみたいな感じなってるんやないのか。ファンからの風当たり強すぎだろと思ってたけど、それ以上に本人のモチベ下がりすぎだろ。ここまで落ちぶれるとは。手術してたら今頃いけたんちゃうか。あと2年くらいしたら剣が復活しそうやね。気長に待とうや。ダルも196が去年の7月末でしばらくかかったからな。まあ登板の都合はダルよりつけやすそうやろけど。ダル、200勝と言ってもただの通過点なんで。